引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ。こんばんは水なきこです。さあ今日はですね早速ゲストをご紹介したいと思います。え報道するラジオではもうおなじみおなじみでございます経済ジャーナリストの町田哲さんです。こんばんは。こんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの町田さんはですねまあいろんな分野の取材をしていらっしゃいますがあの。 特に金融業界の事情にもお詳しいので、はい、今日はですね関西の金融界の大きな流れこれからどないなっていくのという話をぜひ聞かせてていいたただきたいと思っております関西最大の地方銀行が地域銀行が誕生しますからね。 最大になるんですか、ね、今ある地方銀行3つが、はい、こう経営等もいどこまで一緒になるのかまた後で教えてほしいんですが、はいまあ、一緒になる方向、はい、それで関西でもう一番大きな地方銀行できるそうです、ね、勢力図も変わりますし銀行事情いろいろと変わってくる、うん、そこでじゃあ私たち銀行を利用する側から見たらこれは どういう意味なのかとあんまり得ないかもしれんのですよね、えー、だから要注意してほしくてだって数がたくさんあったら値引き競争っていうか金利競争せない,いかんじゃないですかうちに預けてもうた方がお得です高い利息払いますよとか、えー、うちで借りてもうた方が安く貸しますよっていうのは数がおった方がやりますよねそ,らそ,らそうですね競争が激しくなりますよね、うん、で銀行さんはそうじゃなくて、うん 数があって過渡競争させられて儲からへんでこれから生きていけないと思ってるわけやからこれをくっつけちゃいたいわけですから、はあ,あほら銀行側にとっては数が少なくなるということは競争原私が使う方にとったらおいおいどうしてくれんねんと。ということはやっぱり今までの競争で使ってた組み合わせと違う組み合わせで競争させることを考えない,といかんですよね。 それちょっっとと後でゆっくり教えていいいたただきたいと思います、はいはい、どういうことなんやろあの私たち銀行を利用する側にとったらどういう意味なのかということで,です、ねえー、ぜひいろいろお話をいただこうと思っておりますそこで皆さんにこの銀行の関西地銀の統合について、まあ、ご意見やらいろんなご質問やらあると思いますのでいつものようにファックスメールでいただきたいと思うんですが。 特にね松田さん、はい、やっぱりあの地方銀行って中小企業の地域密着で頑張ってらっしゃる、うん、ねあの地域密着でその頑張ってきた人銀行と中小企業で頑張ってらっしゃる皆さんとの結びつきって強いわけでしょ強いはずですそこ のところがどうなっていくのかもぜひ聞きたいのでそうですねえあのー、ぜひその中小企業の現場の事情お分かりの方にもぜひ事情を教えていただけないかと思います例えば最近の銀行との付き合い方って今こんな風になってるでとか こういうふうに言ったらうまいこといくないけどうまいこといかへんのがあんねやんとかねあそこの原稿は渋いでとかね、うん、いろいろあると思うんですがそんな事情もぜひ。うん 教えてください。はい、あるいはこの、えー、大きな関西賃金の統合で、えー、何かすでにもう影響が出始めているかもしれませんよね。あの特に大阪は、はい、そうは言ってもやっぱり関西では美味しいマーケットのはずで、京都とか奈良から、うん、そっちの地方銀行もガンガン来てるはずなんですね。<ー>でその人らと付き合った方がお得な条件が出てるようなことを。はあ 大阪の経営者やったら知ってる人よくおると思うんですようーわーなんか戦目時代になってきてる そうなんですか、はい、そのあたりの事情をぜひ皆さん教えてくださいあるいは町田さんにこれを聞きたいというご質問も寄せいただきたいと思いますまあ、地銀もちろんですしメガバンクともいろんな事情って日々コク,コクね変わっていくと思いますのですす、はい、皆さんの事情をぜひお聞かせくださいませファックスは大阪06-6809-9090 6809-9090ですメールの場合は報道 するラジオの方です。hou@mbs1179.com。ほう @mbs1179.com でお待ちしております。さあ、その銀行のお話に行きます。前に、今日はまず森友学園に関するニュースからお伝えしていこうと思っておます。 おります上田孝之アナウンサーです上田さんこんばんはこんばんはお願いしますよろしくお願いしますあの小学校のこの問題なんですけれども、はい、新たな疑惑が出てきまして新たな疑惑ってあの今まででも疑惑だらけですよいくつももうほんまにまた新しいのがそうなんですよ今日出てきたんですか小学校の建築費の問題というのが新たな疑惑として出てきたんですね小学校の建物を建てる これ、国に対して森友学園は21億円以上かかったというふうに言っているんですが<う>大阪府に対しては7億5600万円だったというふうに言っていてちょっと待ってえらい違いですよ。はい、え21億以上と7億5600万円だっいらだい大体3倍ぐらいの開きがありますけど。うん、そううなってしまうんですよねえ同じ建築費が国ににとと大阪府に有学と 違う前だ2枚ずつだよ2枚ずつね。えー、っていうことですよね。うん、はい まあどうしてかということなんですけれども、ど国に対していう金額が何に影響してくるかというと、うん、木造建築に関する補助金というのがありまして、これ建築費が大きいほど国からもらえる補助金の額が大きくなります。あ、木造やったらね。はい。はい。そして、え大阪府に対して言っているのは、うん、これ経営状態がいいですよっていうことを示したいというふうな狙いがあるというふうに思われるんですね。どうして？そのためはにはあの小学校の認可を。あ。 そそううか認可を取るのは大阪府なんだそうなんんだです、はあ、ただ学校経営うまくいきますよって言いたいわけです、ね、そうなんです、うん、建築費が安いほど支出が少ないということですから経営負担が軽いということになりましてそう,そうなると認可が受けやすいと、はい、え経営がうまいこと言ってないと認可が下りにくいのはででなんですかやっぱり学校ですからねあの何か経営状況に問題があってもうこれ以上続けられませんという時に。うん もしなった場合影響を受けるのは子供さんたちですよね、うん、そうか安定した経営ができるということは小学校の認可に大切な条件だってことですね。そうなんです、はあはい、そこでこういう2種類の数字が出てきて二枚舌になってるんじゃないかという疑惑が今回出てきたんですね、はいはあ、だけどねこれ2つの全然違う数字が国と大阪府に出されてたらどっちを信用していいのか。 ど,ど,っちはえどっちか信用でできるんですかうんそこなんですけれども、えー、大阪府の松井知事なんですが今日これだけ虚偽の形が出てくるということであれば、うん、それが事実かどうかを確認する作業だけでも日数がかかるとなので物理的に認可するのは難しいというふうに話しましてこ、はい、の小学校の認可が出るというのは難しいという考えを示しているんです、ねえーえ。そしたたらら、ね、認可されなかったら 問題になっている土地で小学校経営できないわけだから、その土地はどうなるんですか。はい、まあ財務省はこれまでも認可されなかった場合、はい、土地を買い戻すことができるというふうに国会で何度も発言をしています。買い戻すことができる。まあ実際に買い戻すかどうかわからないんですけどね。できると。はい。だけど買い戻すって言ってももうすでにその森友学園の小学校の校舎の建設って。 かなり進んでますよねそうですよねこの建物はどうするんですかあの一部中華レオリアみたいな建物だというような表現もありましたけれども、えー、あのこの建物をどうするかということで言うと現状復帰っていうのが求められるんですね、うん、元に戻す必要はあるんです,、うん、ですその作業をしなきゃいけないと それからまああのこの土地に関してもいついくらで買い戻すかとかいろいろ問題が今日ありまして、ね、民進党の福山議員が参議院予算委員会でどうなのかというふうに話をしてるんですけどもこれは財務省は今月二十三日の大阪府の私学審議会の結論を待ちたいということの一点張り今のところは具体的に明らかになっていないんで,なないで先ほどもありました<ー>あの冒頭で話しましたけども校舎の建築に国交省から補助金の交付というのが決まってます。そうですよね六千万。6, これがそれからゴミ、ええ、の撤去費用としてすでに1億3000万円の補助金が交付されていて合わせて2億円近い補助金が森友学園側に交付されてるんですねそれどうなるんですかそ交付されてる補助金がそうなんです学校が認可されずに財務省の言うとおり国が土地を買い戻すとなって現状を回復してくださいということになるとこの校舎の解体は一体誰がどうやってどのお金でするのか。 国が無視するんだったら税税金使うってことになるでしょううう使われちゃいますね使われちゃうでしょう そりゃおかしいやろうとあと補助金もどうするんでしょうねという補助金もそんなん返ってけえへんかったらこれも税金ですよねそりゃおかしいやろうとまあ国民側としては返してきっちりやってほしいというふうに思わざるを得ないんですけどはあ。この辺りが気になるところとそうですね新しい予約だけでもこれだけいろいろ言いたいことを知りたいことはありますねははい、はいで。それからですね今日森友学園に格安でこの国有地が売却された経緯で最も重要な問題の一つというのは政治家の 関与があったのかどうかということなんですね。そこですはいで、具体的な進展が先週ありました。はい、参議院の予算委員会で、共産党の小池晃参議院議員が自民党の河野池、吉忠参議院議員の事務所の記録文書というのを明らかにしました。はい、で、そこに森友学園の籠池理事長がこの国有地の値引きを。 してててもらえるるるように必要に働きかけていい様子が記されているんです、はい、その面談記録文書の一部なんですけれども、うん、2013年に籠池理事長が事務所に訪れて近畿財務局から学校の場合は購入のみというふうに回答があったんですがついて8年間は借地にしてその後購入というふうにできないかというふうに要望がありました。本当国有地って 一括して買うっていうのが基本なんでしょ。あのもっと大原則を言いますとね、入札ですよ。競争入札ですよ、ええ。っだって誰にでもあの少しでも国民財産みんなの財産ですから、国民の財産ですから、国としては高く手放して国民に損させない責任があるでしょ。だから原則は入札なんだけど、ここで公共とかあの公用公共って言うんですけど、要するにその一般のお役に立てる話であったら。 入札にしなくててもいいいよっていう規定があってあで小学校だからいいよで入札を逃れてねだけどこれ入札ですらね<ー>その国有財産の売却っておいしいことで有名で、はい、あの今回の話じゃないですけどそれこそ,その現役の財務省の最高幹部とね話をしていたらその下手でと。 財務省はその名だたる不動産会社東京にもありますわな財閥の名前のついた<ー>ああいうとこに安く買い叩かれては<ー>でそういう人たちがやるとものすごいビジネスに育ってて<ー>本当にうちはこの入札にかけても売るの下手なんだよねみたいな。 話が出るぐらい、入札でもお得なのに。入札という競争も避けて。避けて。で、しかも、あの貸してちょうだいから。貸してちょうだから始まるって話。八年貸した、貸してもらった上に、安買わしてと。値引きは八億ねみたいなのついてくるわけでしょこれだけでも相当おかしいですよね、これは。そして、その要望に。 答える形でそのおこよそ一ヶ月後に籠池理事長からまあ報告があって財務局より七八年賃貸の後の購入でも ＯＫ の方向というふうにこの文書に書いてあると。はあ森友学園の要望がものすごい通ってる話でしたね。う,う大サービスですよね。要望実現普通,普通そんなことやったら国民のみんななんでそいつにそんな特赦ねと。 わしらの財産やでって話ですよね、うん、でこれだけでもないんですよねはい。その数日後の話なんですけど籠池理事長からの報告で近畿財務局がまあ土地の賃借のためには小学校設立認可のお墨付きが必要というふうに言いまして土地貸すためにはまず認可取ってこいと、うん、はい。で大阪府は土地賃借の決定が必要と言われたということで籠池理事長がこれは鶏と卵の話なんとかしてやというふうに言ったと <laughs> 認可が先か、えー、借りんのが先か,先かもうどっちがどっちやねもうなんとかしてやというふうになったとっでそうしましたらまあその日の午後に近畿財務局から鶏と卵の話ですが前向きにやっていきますからというふうに回答があったと早いですねこれがまた不思議ですよねなんでこんなサービス満点なんですかね,ねそこで動いてますねそれでその政治家の話が 気になってくるわけですねこの他にもこの文書には籠池氏が値段を下げてというお願いをいろいろとしているんですけれども、はい、河野池事務所や近畿財務局が財務省に働きかけているということは記載されていません、うん、森友学園側が要望されていることが次々とそれでも現実になっていっていると いうことがわかりますこの政治と関与があるかどうかということを究明していくことが重要なんですけれども、うん、この文書について今月1日に国会で共産党の小池議員が初めて出しましたけれどもこの時は事務所の名前を言いませんでした、えー、どの議員の事務所なんだという話、ね、で河野池議員の事務所とは明らかにしないで質問をしてますので麻生財務大臣と安倍総理の答弁をお聞きください。私どもはある自民党国会議員事務所の 面談記録を入手いたたししました籠池氏から相談あり、9月12日、大阪府庁に近畿財務局の国有財産管理官が来て、小学校設立認可のお墨付きが必要と、大阪府は土地対策の決定が必要と、鶏と卵の話、なんとかしてや、そしてその日の午後、近畿財務局からの回答、ある意味鶏卵の話ですが、前向きにやっていきますから。 かなり生々しい話ですよ、あのね、あなたの財産じゃないんですよ、国民の財産なんですよ、みんなね、汗水流して税金払ってるんですよ、笑ってる場合じゃないでしょう、笑ってる場合じゃないですよ、これが適正だと大臣、言うんですか麻生大臣この土地につきましても、学校の建設が進んで、開校予定時期も近づいている中、発見された地下埋設物に対応するため、 近畿財務局と大阪航空局とが協力して、法令に基づき、適正な手続き、科学によって処分されたものとわれわれております総理ね、売却に至る前の段階から不可解な交渉が続いているわけです。これは私は、賃貸のお契約を結ぶ交渉の段階から全経過、そして政治家の関与について全容を明らかにしてください。自民党の私議員の事務所の資料を。 入手していったんですまず今、読まれた文書はその、どういう文書かということも分からないですよね、本当のことかどうかって分からないものをですね、それを立証する責任はそちらにあるんですよ、そこでですね、そこで、そこでですね、そこで、事務所の、国会議員の事務所、国会議員の事務所って、なんかまるで私の事務所であるかのごときのですね、印象を与えてますよ。 はいまあ、というような与党議員の反応で、まあ、政治との関与をそちら側から究明しようという姿勢はあんまり感じられませんでしたよね、それから、うん、あの小池さんの間に笑っている場合じゃないでしょうというのがありましたけれども、えーえー、与党議員の中にはこうっすら笑いを浮かべるようなもうこの文書頭から疑っているような態度がありました。うん またあの安倍総理がこの事務所がですね自分の事務所のような印象を与えるというふうに何度も発言があったんですけれども小池議員の質問ではそういった印象ではなくてですね指摘のポイントはそこではないという感じがこの時しておりましたで状況が変わったのはこの日の夜で自民党の河野池議員が突然会見を開きました河野池議員の会見の声をお聞きいただくんですが河野池議員は3年前の4月に事務所で 籠池夫妻と面会したことを明らかにしましてその時のことをこう話しています紙に入ったものをこれでお願いしますよ男のすら全員で叩く生理科のすら全員で叩くよだそんな教育者は違う外裂それが金であったか本役であったか天ぷだかかまごかういろか知らん 確かめていいんだな。まあ、あれはこんにゃくでしたぐらいから、そうかなと思わざるを得ないな。ほこんにゃくか金か、確かめてない。うん、うん、あの、籠池夫妻が手渡そうとしたもの、をこんにゃくというふうに表現していましたけれども。はい、政治の世界には、百万円の札束のことを、こんにゃくと。いうふうに言い換える古い隠語があるんですね。えー、こんにゃくね。はい、河野池議員は、この時に、籠池理事長を出入り禁止にしたと。 いうふうふに言っているんですけれども、うんはい、面談記録によると次の年の1月にも鹿池理事長は河野池事務所を訪れていたんですね。ねで、えー、森友学園側なんですけれども河野池氏が献金や寄付を強要していた事実をもみ消そうとする態度には嫌悪感しか感じませんというように反論をしています。 えまた大阪維新の会の中川隆博大阪府議に籠池理事長が協力を求めて働きかけていたことも明らかになりました中川府議は金スピンを受け取ったことはないというふうに話していますそれから河野池議員の事務所に取り継いだ自民党の黒川治兵庫県議なんですけれども取次をした後に自身のパーティー券2万円分を 籠池理事長が購入したということを明らかにしました、はい、黒川県議はこの件に関する金品授受ではなかったというふうに説明をしています、うん、そして今日の国会なんですが、はい、政治家の関与について安倍総理が質問されました次のように答えています土地の自家が九億円と言われながら、どうして地下埋設物の撤去に8億円もかかるのかもう一つは撤去費用の算定をなぜ第三者 ではなく国が行ったのかといいう点について国民の方が疑惑、疑問に思い、また分かりにくく感じられたからだろうと思います。これまでも事務方の方から、ですね売却が法令等に基づき、適正に処理されたという説明はしてきたわけでありますが、これはまあ正直申し上げた、ですね必ずしも、あ損と腑に落ちるような説明がなされていなかったのは事実でありました。 はい。つまり政治家の関与が疑われるのはなぜかというと、うん、なぜゴミの撤去費用が8億1900万円になったのかなどの疑惑について財務省が国民の理解が得られるように説明していなかったからだというふうに安倍総理は話していますははこの説明部分をきっちりすれば政治家の関与は調査する必要はないというふうに言ってるんですね逆にそういうことかは,は,はい。財務省がきっちり説明すればいいんだという言い分なんです、うん まあそれでもなぜ森友学園の要望をこの近畿財務局とか財務省が叶えていったのかという部分は残りますから当然政治家の関与の,この疑惑というのを払拭それでできるのかまあ疑問ですよね、えー、松田さん、はい、あの先ほどの安倍総理の答弁は、はい、あの政治家に疑惑がかけられているのは財務省がちゃんと説明しないからだと、はい、まあそういう意味ですよね。で 実際財務省はその9億円って言われてた土地からゴミ処理に8億円引きましょうってなんでそうなったかっていう経過を求めてもいやその時のいろんな資料は廃棄しましたって言うでしょ、うん、言ってますねこのこういう大切な資料は廃棄してるのは普通なんですかいやだからこれもしかしたらそれの廃棄はあってもですねはいそれに代わるものできちっと資料が用意されていて 説明責任2つあってですね、はい、1>, 1つはこれだけの金額は会計検査院の検査の対象に必ずなりますから<ー>当然会計検査院にこれこれこうでまっとうな取引でございますと疑義、はい、はございませんって言える資料がなきゃいかんですよね。はい、それからもう一つはさらに飛び越えて事が起きた時に国民に対して国民の財産ですから。うん どういう理由でこういうことでこういう方にこの値段で売りましたというのをこれをつまみらかにできなければおかしいですよねだからこの二重の意味で何らかの資料が出てこないというのは変ですよね、うん、なんか私なんかは出したら困る人がおるから出さんとこっていうようななんか力がどっかに働いてはいないかと 思ったりしますよ、ね、あのだから、まあ、OB ですけどね、えー、財務省の OB でかなり偉くなった人でそれこそ今回話題になっている理財局の幹部もされた人に<ー>まああの今日このラジオがあるので、えー、そのこの手の事件は私専門じゃない付け焼き場ですけど慌てて取材をしてですねそれこそあの普段の,その例えば昔言うと NTT 株の売り出しとかうそういうこともやってたような人なので、はい、あの経済の話で取材してる人なので、うん、聞いてみましたけどね、はい、その資料が出てこないと。うん 説明がつかないってことはありえないはずあ,ありえないですか。いう言い方してますよね。え、もっとちゃんとやってるんですか、財務省は残してきちっと。もっと言うとね、もっと言うとこういうことで、はい、その政治家からいろんな圧力ってのはこれはも指示はあるわけですよ。指示はあるんですけど、はい、でこれは政治家の先生はそこでその有権者に対して次の選挙で票をまとめてなとか。 献金してなってことにつながるからこれはもう性癖として政治家の先生がこういうことに介入したがるのはねこれはもうそのなりわいなんですよねだけどそのなりわいを聞いてたら官僚としては持ちませんからそこはあの必死で逃げると必死でその責任を政治家にプレッシャーかけられてもなんとかやりたくないっていうのが本来の,あの特にガードの固い中央官庁の あのエリートたちのはずなんですね、うん、でだから当然そこは何らかの形の拒否をきちっとしてるはずなのにそれが出ててこないっていっううのも変でしょうと<ー>た,ただね細かいことを言い出せば、はい、今安倍政権ってむちゃむちゃ強くて、うん、それこそ消費税でも何でももう財務省やられっぱなしで頭上がりませんからで、ね、で現役の財務省の幹部は総理の部屋に出てあのあのご説明に上がった途端ねいきなり顔見るように「お前出ていけ」って言われるようなことをぼやいてましたから。 もうそれぐらい関係が悪いのでね、はあはあ、実はこうでございますっての言いたくないと言わずにその安倍さんへの疑惑が高まるんならほっといてやれぐらいのことをね、うん、財務省も今やってるからだから安倍さんが悪いのは僕じゃなくて財務省だって言い出したのかもしれませんけどね知れませんけどこれは国民の前に説明がないの変ですよねいや本当に変だと思う。であの財務省はそうやって政治家の影響を受けないように言いなりにならないように一生懸命やるのが本来だとおっしゃいましたけど。うん 本当にそううできるのかもう一つは、ね、そこで介入されちゃうと、うん、この自分たちの人事でも介入されちゃうんで、うん、とにかくその役所の中身のことには関与させないっていうのが、うん、役人の発想ですよね。 はあ、でも役に言うてもいろいろいるよね。といますけど今回はまあ財務省で財務省っていうのはそういう意味で政治家の介入を一番嫌う役所<ー>お金握ってるからいい強いからそういう意味では。はい、で逆に他の役所はですね、うん、いし政治家とつるんで財務省からお金を引き出したいからつるむっていうことは多いんですよ<ー>だからその他の役所の味方をするのが政治家だっていうのも財務省は普段思ってますから、うん、できるだけその政治家に寄ってきてほしくないと。 いう態度ですよでで逆は一部はだから財務大臣やるような政治家だけは別格扱いでね大事にするとただこの人たちはそれこそ総理になるまで徹底的に応援するしでかつての財務省は国税庁を持ってますから、はい、気に入らん政治家は税金で悪さしてないか徹底的に調べてそれを流しちゃうとかねそういうこともやってきた <laughs> <ー>もう避けるためにはそういうことをやりかねない役所ですよね。うん、その人たちが説明しよらんと 私が悪いように装っとるというのがの、ええ、今日の安倍さんの答弁の意味ですよね、うん、そういうことかやっと分かりましたわ、うん、安倍さんの答弁の意味はねだね私は悪ないと私は関与も何もしても悪ないとま、うん、っとうにやったっていうのをちゃんと説明してみろ財務省とできないんならお前らがまっとうにやらんかったことは私以外の誰かが関与してんだろうということまで突きつけてるんでしょうねあれは、うん、だからものすごいそういう意味では手に汗握る部分が今日あたりの国会はあったんですよ 財務省の役人は今日こ,これ次どう出ていくというところです、うん、に,にあの逆にこの8億円の説明がねこの後とすらすらと出てきて、はい、はい問題解決ってあの、えー、引き消しされちゃうのかもしれませんけどねだったらそんな大変な戦いにはなりませんけどだ,だけどこの8億円の行方は最大のポイントなんで,、えー、でこの説明はね。 もともとこれ国土交通省のそ。そう、なんです<地>。あの、これもね、財務省がクローズアップされすぎていて。はい、そもそもは、あの、あの、大阪空港のその騒音対策でしょ。で。 あの国土交通省がその体制ここうるさいからって買い上げちゃった土地ですよね、うん、なので国有財産と言いながら財務省が例えば税金払えない人が現金内から物納した土地とかそういうんじゃなくて違うんだこれは国交省の持ち物なんですよははで国交省が自分で買って自分で売るもんですから、はあ、国有財産の,その処分と言いながら、はい、一義的には国交省がやるべきことなんですねで財務省はお目付け役程度の立場なんです国交省と財務省 あんまり仲は良くないですよねほあの財務省と仲がいいお役所ってのは基本的にないです他のお役所みんなは財務省からお金をぶんどるのが仕事ですから。も、うん、もしも、まあ、今省 がどうであったか、はい、そのあたりの契約の流れがどうだったかみたいなことあんまり光が当たってませんそです、ね、それで,で、ね、その例えば羽田の航空会社の発着枠とかね、うん、あんなのもうすぐ政治家が飛び出してきますよね、はあ、昔はロッキード事件みたいなのでありましたよね、はあはい、だそういう意味で言うと国交省と政治家っていう切り口がこの問題でまだ出てきてないもう一つの大きな闇ですよね ああ、まだ大きな。うん、そういう切り口残ってるんだ。残ってますよね。残ってますよねはい。これは、あの、日々新たな情報が出てきたり、はい、新たな疑惑が出てきたりと。いう状況、はい、今日のところですね。いろ,いろとお伝えした。お伝えしました。松田さんもどうもありがとうございます。えー、また後ほどのコーナー、よろしくお願いします。はい 報道するラジオ今週の特集テーマ関西地銀の統合どういう意味と題してお送りいたします経済ジャーナリストの町田哲さんです改めてどうぞよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします私ね今ある銀行が元何銀行であったかどことどこがくっついたか本物 わからないんです普通わからないと思いますもうわけわからないでしょうね皆さん私も経済ジャーナリストですけど半分も頭には残ってないと思いますい難しいんだで今回は関西3つの地方銀行が経営統合することで、はい、まあ基本的に合意をいたしましたで関西では一番大きな地銀ができるという話なんですがえっとどこがどうなるかと言いますとまず 関西アーバン銀行これは大阪市の銀行ですよねあのー、私のイメージで言うと私滋賀県出身なんでうん、うん、もともと滋賀総合銀行とか言ってたのがうん、うん、琵琶湖銀行 になって、はい、でビア銀行の、はい、あのカードを持ってたらある日から関西ヤバ銀行ですって言われた大阪とくっついてそうなんですよ、うん、あそうなんっていうのが私のイメージなんですけども、はい、ねあのそういう歴史もありましたよね、はい、そして、えー、もう一つはこれも大阪市の銀行であります近畿大阪銀行、はい、この近畿大阪銀行はあの建物に行ったらリソな銀行 近畿大阪銀行で並んで二つの銀行の名前が書いてて、はい、同じ看板に二つあるので、はい、どういう関係になってんやろってずっと不思議だったんです。これ全部リソナーホールディングスっていうのの傘下の会社ですよね。あ,あのそな、ね、埼玉リソナっていうのもありますよね。あ、リソナの傘下が近畿大阪銀行、うん、で,でバラバラにリテールの銀行が。 いっぱい寄せ集まってるっていうのがリソナホールディングスっていうグループですよね。なるほど。その中にリソナもおるし、はい、あの近畿大阪もおるっていう格好ですね。そう。はい。ね、あの ATM なんかも一緒にやってあります,、ね、やてますね。ね、はい。で港銀行、はい。これは神戸市の銀行、はい。これはかつての兵庫総合銀行ですね。兵庫総合ですね。はい。壇突の一位を取ってたこともある総合銀行時代ですね。はあ。はだからあの神戸市では 圧倒的に強いで圧倒的に強いのは三井住友グループに入ってから、はい、あの旧あの桜銀行太陽神戸三井銀行っていうのがありましたけどあ,<ー>あそことダブってた視点を、はい、全部港銀行の方に上げちゃってるんで、はい、で港銀行ってのはだから神戸市辺りでは圧倒的に強い銀行になってますね。は あ、そうなんですね。はい、そういうふうに、まあ、強さとか、いろいろ、こう、経緯も違う銀行。関西アーバンと近畿大阪と港、この三つの銀行が経営統合するということですよね。はい、あの、まあ、一言で言うと、なんで、うん、あのね、今、こんなことに。日本経済自体が成長力落ちて、はい、人口が減ってますから。 その地方銀行<ー>地域銀行の再編というのは日本中で起きてるんです、はい、起きてるんですが、はあ、あの関西でいうと池田泉州銀行ができてから数年間ちょっと無風だったんですね。うん、でなんで今っていうのは実はあの関西アーバンと港の,あの親会社である三井住友フィナンシャルグループが、はい、これもうイラウマって言い出したわけですよ。 国際業務ってグローバルに活躍する銀行っていうのがあの世界中で30ぐらいあるんですけどね日本ではその三菱東京とみずほとこの三井住友の3つだけなんですけど、はい、いわゆるメガバンク世界的に<っ>まあ金融業界でやってる、はい、この人たちに対する国際資本規制っていうか業務規制ですねあの、はい、要するにあの株主の資本自分とこの資本自分資本であるその、うん あの自己資本の比率をものすごく高めなさいとグローバルで国際的にやりたかったらと。えそれはつまりあの経営が安定してへんかったらあかんでと。ななんかもう世界的ないろんなきっかけがリーマンショックなんですよ。あそこれであのアメリカ人の話やったわけですけど、はあ、アメリカ人の貧乏な人も含めて国民の税金でアメリカの弁銀行を救済しましたでしょ。うん、あんんなこととは許せんねと だからもう間違っても大きすぎて潰せないみたいな理屈はなしよと、うん、しっかり自分でその自己資本充実して何かあったら自分で対応できるようになってくださいよっていうんでこの国際資本,あの資本規制で国際業務規制をものすごく厳しくしてるというのが世界の流れなんですね。はい、でそれに対応していくときにですね、うん、三井住友フィナンシャルグループとしてはその地方で薄い利幅でやってると自己資本比率上がらないんですよ。 いどういうことですか?<の>。だって地方でちゃんとお金貸したら、それだけ利息取れるんちゃうんですか。いや,いや、日本国内の方が厳しいんです。その競争は。ほ<う>あの、オーバーバンキングって言うんですけど、えー、あの、戦後、あの。 1997年に北海道拓殖銀行が潰れるまで五層先端方式っていうのをやってました、うん、あ大倉省がついてるから大丈夫あんたんとこも作りなハレ、はい、銀行みたいな感じです一、ね、人当たりの銀行の数が多すぎんです世界的に見ても多すぎるんですか日本はだから国内は結構過等競争なんです<ー>なので国内はあまり儲かりません地域密着だと言っていても<ー>あのよく親しいお付き合いができるからリスクは下げられるかもしれませんけど、はい 儲かるかというと金利は下げないがいけので儲かりません今マイナス金利ですしね、はい、だからねその自己資本というのは三井住友フィナンシャルグループでいうと、はい、その証券会社とか消費者ローンとかの会社全部入れてですけどね、うん、全部入れて自己資本比率7.2%あるのに対して<っ>関西アーバンが4.2<ー>、ね、それから港銀行が3.9数字が大きいほど安定してるわけですねそうですそうですだからこの低いとこ二つを、はい 連結決算の対象から外しちゃった方がグローバルの活躍しやすいでしょへえ、数字が上がりますわね、うん、だからこれもまた銀行じゃありえなかったですよ銀行じゃもうあらゆるもの全部画面って全部持ってデパートみたいな経営を、うん、金融のデパートみたいな経営をしたがるのが銀行やったんですけど海外だけじゃなくて地域密着も全部やりますというのが銀行だったのに、はい、だったんだけどここで来て三井住友はもうそんなこと言うとられんと でこれは確かにそのライバルの三菱がね三菱東京があの去年一昨年あたりタイで買収した銀行でものすごく稼いだとかね二十何年前に買収したカリフォルニア銀行がやっと儲かりだしたとかねいうんでずいぶん差をつけられたんですよだからこれキャッチアップしたいって言うんでもうこの際関西アーバンとかねあの港はもうええわとで磯野さん買いませんかと。 ああ事実上ねあの、はい、実はあの水野さんがおっしゃってくれたこの3つの関西アバン港近畿大阪を持つ会社をリソナホールディングスと三井住友フィナンシャルグループとこの3つの間に中間持ち株会社いうのを作ってね、はい、でここが3つをあの親会社として運営していくんですけど、うん、この中間持ち株会社の株を半分以上リソナが持つよとリソナホールディングス。<ー>で住友の方は持ち分法適用っていう言い方してるんですけどまあせんぜい2割ぐらいしか持たんよと。あ住友 三井住友の、まあ、メリットは今伺いましたけど、はい、リソナはどんなはだからそのグローバルにその世界的銀行なんてことは言わんのだとそのもうちょっと泥臭く聞こえるかもしれませんけども、はあ、もうとにかくそ,のそれぞれの地域の地域密着で中小企業ととことんがっちり行くんだと、うん、これをそのあの旧大和銀行のリソナ銀行でもやってるし。 あの旧埼玉銀行とか共和銀行の,あの埼玉りそなでもやってるしそれから この近畿大阪銀行でもやってたわけですね。うん、もう地域密着でいくぞととといいうもう腹を決めたこでだから関西地区で特に大阪兵庫でもう一発それをやるために関西アーバンと、まあ、関西アーバンと近畿大阪競合してたわけですからこれくっつけちゃってで港も入れればますますこの大阪も兵庫も入れて、はい、この関西入れの地域密着をやるぞとこれは渡りに船だねとだ三井住友もりそなもそれぞれうまみが でこれま<ー>あの私の取材先の金融コンサルタントが言ってましたけどね本当かどうか知りませんけども要するにその売りたいものを無理やり買わされたと、うん、三井住友が売りたいものをリソナがあのうまく買わされちゃったみたいなねそんな話では決してなくて、うん、その三井住友は関西アバンこれは6割以上の出資してるんでこっちは早く手放したかったって言うんですけどもあのそれだけじゃ嫌だと、はい、あの港もつけてくれるなら買ってあげるとかね。 かなりハードなネゴをやったと言われてますよね。はあ、銀行ってそういうふうにやってんですね。くっついたり売られたりしていく業務なんですか。すねはい、いやあのこの方はお名前がございませんけど。 今メールでくださったリスナーの方昔は地方銀行の窓口って「アットホームやったな」って思うんですけどって,だいぶ変わってきてていう感じではた多分でもこのリスナーの方恵まれた方で、えー、あのそういうふうに大事にされる。 あのおお銀行のお客さんとしてもお金持ちだったり大口の借り手だったりするんじゃないですかねあのむしろ地方銀行でよく言われたのはね、はい、あのその地域のお殿様やから、うん、態度が大きいと。公金<ー>の扱いとか全部あの大阪府とか大阪市のお仕事ね、うん、一手に引き受けてるところが多いから態度が大きいと。 それはあのいわゆる今目がなっている都市銀行に態度が大きいと。それぞれ地域の殿様やからということを言われることが多かったですけどね。今やでもそんなふう。ああ、そんな時代じゃないです。ないんですね。キムチの達人さんって方は。はい。今日も配達しながら聞いてます。せっとくださったんですが。そういえば最近大阪によその府県の地方銀行がやけに増えてきてるなあと。 感じてるんですよなるほど例えば私は、まあ、この方大阪の方なんですが、はいはい、よく見かけるのは尼神尼、うん、崎信頼ですねそれから京都銀行、はい、よう見かけるんですよっておっしゃってますが、うん、あの京都銀行の大阪への攻め入り方っていうのは、うん、東京ででも有名ですね、えー、いや今回の話そのあのライバルにもね 同じことするのかみたいな取材せない,いかんので三井住友のライバルもバっと先週わっと取材かけてみたんですけど、はい、そ,のそのおっしゃった京都銀行と、はい、あと奈良の,奈良あの南都銀行ですね銀行この2つの大阪への攻め入り方はすごいと。なんで大阪に攻め大阪もかつての大阪を知ってる人からしたら、うん、関西経済地盤沈下してて辛いとこなんですけど、えー、でも京都や奈良に比べれば。 経済の規模大きくて入っていって稼げる余地があるっていうのが京都やあの奈良の銀行から見た判断なんですねまだまだ大阪で稼げるぞとまだまだ大阪の方がマーケット大きいしお客さんおるしそれは京都や奈良でやってるより映像っていうことらしいですよあ。は じゃあ、まあ大阪銀行戦争というかいう、ね、戦国時代っていうことですね。はい、例えばこれ主婦の方五十八歳の方はね。銀行の合併で小さな支店が閉鎖されるなんていうことはありません。あのね、事業者が。小さな支店がっていうのは。はい、あんまりないかもしれませんけど、うん、重なってる視線は、視点は。かなりありえますよね。<ー>だから、今回で言うと、その関西アーバン銀行と近畿総合銀行の、うん。 あの店舗が同じ駅の東口に両方あるとかね、はい、そういうやつはむしろ銀行からしたら閉めてお客さんの取り合いをやめたいわけですからそそうかそれはあり得ますよねたぬきわんわんさんという方はねいやこれね賃金が統合したら、まあ、あのお金貸してもらう側の中小企業の金利が、はい 競争が銀行間の競争が少なくなっていくことで金利が高くなる。まあ、全くそういうことです。そうしたいんです。銀行側はそうしたい。そうしたい。だから、あのオーバーバンキングって言いますけど。はい、あの銀行の数が多かったら、うん、どうしても。うちで借りてもうた方が安岡貸し,しますでっていうことを言いがちになるんで。それで、やっぱり数減らした方がいいわけですね。うん、だから、今回、あの先週の。えっ、ー、と、金曜日でしたっけ。はい、あの。 合併する3校と親の2校を含めて5校が大阪で記者会見しましたね、えー、あの記者会見で基本合意ってやってて、まあ、これから中身詰めていって秋までに詰めて来年の4月に合併するっていう手順なんですけど、うん、そ,のその話し合いしていく基本合意っていうのを見ると最後にはですよ来年の4月には間に合わなくてもその先の最後にはその関西アーバンと近畿総合は合併しますと。合併なんで,す、ね、で銀行の数減らしますと。 いいうこと書いてますから<ー>でそこまでいかないと過渡競争が少しでもやらぐことにならないのでそれは銀行側の明確な狙いですから。はあそんなんお金借りるもんにしたらですよ。 えらい迷惑ですやんか。あの公正取引委員会は、はあ、だからそういう合併は認めるべきじゃないんじゃないかって騒いでますよね東京で、ね、そう言ってるんですか。ただね。言ったって進んでますやん <laughs> 合併話あのただですねその顧客サービス部門っていうのに対して、はい、銀行のですねあの金融レポートっていうのが去年の9月に金融庁が出してるんです。はい、それで銀行の経営状況を調べててでその投資信託の販売とかあの預貸の預金とあの融資の あのリザヤの過去ができてるかとか、うん、そういうそのサービス部門の収益っていうのをチェックしたところですね<う>2015年3月期現在で4割の地域銀行がすでに赤字とも儲かってない。したがって2025年10年後にはですねそこから10年後には、はいえー、6割がさらに赤字に転落すると4割から6割に赤字が増えるとえらいこと。 はい、で当然その状況で10年もつとは思えないので、うん、こういう再編は避けて通れないというのが金融庁の判断ですね、えー、それ聞いたらね、はい、いやさっき私はそんな、あのー、金利の競争してくれへんから借り手側にとって損やんかって言いましたけどせやから言って潰れられたらもっと偉いことになるかもしれない,い複雑な気持ちです、ね、あの前例がね日本の銀行でもありまして。うん あの都市銀行、あのかつてはだから三井住友じゃなくて、住友であり。三井であり、はい、太陽神戸やったわけですね。ね<え>で、全国に十三個の都市銀行があったのが、うん、今。メガの参考と、リソナ含めた四個しか都市銀行ないですからね。十三、ね、が四になりました。それから、あの、今日地方銀行って言って、ちょっとごっちゃに話してますけど、うん、あの、正確に言うと。 地方銀行と第二地方銀行って二種類ありましてね。はい、第二地方銀行の方はもともと総合銀行って言ってたやつが普通銀行になって。第二地方銀行になったんですけど、うん、これはその総合銀行から第二日銀になった頃に。七十数個あったんです。加盟国。あ,りましたあの協会にね、全国。はいはい、今四十一ですから。うもう四割ぐらい減ってますんでね。もうすでにここまで。減ってそういう意味では、その第一とはつかないんだけど、地方銀行もね。 これかから同じように減っていってていも全然おかしくないとで。むしろあの関東とか九州ではおととしものすごい勢いでそういう合併が起きましたしそれから、えー、この2月末にもあの三重県の三重銀行と第三銀行がくっつきますっていうのをちょうどこの大阪の話ばっかり話題になってしまって<ー>ほとんど目立ってないんやけど三重県でもこの2つがくっつくっていうの出てますしね。 ここれれもまままだだから増えていいくと思いますよあのモンブランさんって方は兵庫の方でね、はい、兵庫県民としては港銀行が県民に寄り添った地域に根ざした銀行でなくなってはしまわないか不安ですってあのだからおっしゃっておりますね。そういう意味で港っていう名前をどこまで残すかっていう判断とねだけど一つの銀行にしちゃった方が、うんはい、例えば人事部とか。 コンピュータシステムとか,ああか安上がるでしょ、えー、そしてやっぱりその地域密着のリテールバンキングを中小企業金業を中心にするにしてもですねそ、ね、やけどねそんなんね銀行側はねそれは便利でねいろいろ無駄を省けるでしょうけどね、はい、その結果もっともっとまだ銀行も減っていくと、うん、そんな時に競争がねどんどんどん鈍化してしまったら関西の経済 また落ち込みませんかというご質問もあるんです。あのー、全くおっしゃる通りなんですけど。うん、あの、逆に言うと、大きな銀行の方がですね。あの、資金調達をするときにはね。社債マーケットやなんかで、いい条件で借りられますから。<ー>調達も低コストになる余地もあり得るわけですね。<は>小さな銀行でいつ潰れるかわからんと思われてたら。 預けてもらう貯金の金利も、預金の金利も高めにせんといかんでしょ、はい。だから、そういう意味では、大きくなって健全になるんであれば、良くなる可能性も全くないとは言えないんですね。まあ、基本は水野さんの言う方やと思いますよ。だけど、お役人はこういう余地もあるから、やれと言ってるわけですね。<laughs> うんまあ、お役人は銀行をとにかく救済したい。たその態度は、もう長年見せてきてもらいました。うん、あのであのいちいち面倒見させられるのは、もううんざりやと。<ー>自分で考えて、勝手に大きくなって、強くなってくれと。 いうのが、まあ、お役人の今の金融庁の立場なんでしょうね。うん。かなり、あの、厳しい業界なんだなっていうことが。まあ、でも、電気とかね。うん。何回に比べたら、はるかに遅れていてね。ね東芝の話。ああ、東芝の話もやし、シャ,ープ話シャープも、ね。で、ソニックも。いろんな。シャープも、産業も、みんな日本の企業がなくなってしまったし。パナソニックなんか、一体。何回、あの、苦しいリストラやってるかみたいなことやってて。 それれに比べたら銀行はやっぱ遅れてんですようんいやもう顧客重視で言ってください、はいはい、今日の「報道するラジオ」は「関西地銀の統合どういう意味?」ということでお送りしてまいりました経済ジャーナリストの町田哲さん、はい、あのラジオネームのネムネムポンちゃんさんが聞いてくださったんですけどね、はい、ネット銀行の台頭が地銀のい勢いを弱めてる 地銀は意識してませんけど、はい、着実にあの浸透してきてるんで、うん、あの逆に最初にお話したた時にその銀行側は競争を減らそうとしますんで。はい そういうネット銀行との競争を積極的に、我々リスナー側で使っていくとかですね。あ,あ、私たちがどう対抗するかですよね。あの、もちろん、いいとこも悪いとこもあるんで、えー、よく見なきゃいけないですけど。えーはい、それから、あの、他地域から来てる、その京都だ奈良から来てるみたいなのありましたけど。はい、そういう他地域から来てる人たちの、新たな競争を使っていくとかですね。はい、そうか。今のままだと。銀行がどんどん数減らして、競争がなくなっていく。ね、はい、顧客目線でなくなられたら困るから、どうしたらええか。なか、他の。 地域の銀行と使い勝手どっちがええねんとあっちからもどんどん来てるんです,、ね、来てますから。そういう目線もいるし、ね、あるいはネット銀行と比べてみる今までの自分の思ってる世界じゃないちょっと使広げてアンテナ高く張っていただいて<ー>新しい競争を仕掛けてるとこ使っていくという気持ち大事ですよねあら例えばね、あのー、この方もねリスナーの方で「いや手数料がもう銀行によってかなり違いますよね」ねっておっしゃってます。ええ あのだから例えば投資信託の販売手数料を全部お,返しお客さんにお返しして投資信託試しに持ってくださいみたいなことをやってる銀行もありますし、ね、そんなことしてるんですか、はい、だからそういうのはやっぱりいろいろありますんでチェックしていっていただけるといいなと思います。わあこれねねね、うん、はっっきり言って、ね、ものすごく、ね あの面倒というか数字のねこと難しいんですよあの経済の自由化って、ええ、あらゆることをお客さんの側がアンテナ張って見てないと要するに自由な やり方していきますんで、はい、それが自分にとって得かどうかはお客さんの方でやっぱ判断さないから我々の方でね要するに、はあ、っていう時代にはどんどんなるんですなんか利子がどっちが高いかな見ようと思ったらこっちは一年の金利であっち三年の金利とか、うん、いや一緒に比べてもらえませんってあの,あの携帯なんかわざとそれ分かりにく,くしてね<あ>競争しにくくしたりしてるわけですよ銀行にも私は同じような、うん、なんか 説明の仕方を感じますね。だから、そうすると、今度は、そのネットで、それでも挑戦して。どっちがどっか比べてるようなところ、あるじゃないですか。そうか、それに、私は、行っていかな、わかるんですね。えーはい、町田さん、ありがとうございました。